シノーズアンプリファイアカンパニー、シノーラマサルです。はい。今日はですね、PSE 自主検査、絶縁体力試験というのをやってみたいと思います。普段ですね、製品を出荷する際に、PSE、この絶縁体力試験というのをやってるんですけども、アンプの後ろとか見ると PSE マークついてますよね。はい。それを、そのマークをつけるには、この自主検査というのをやって、で、マークをつけて出荷してるんですけども。はい。その絶縁体力試験、普段、皆さんはね、あんまり、馴染みないと思うんですけど、絶縁体力試験なんていう言葉自体も、なんですけど、ちょっとそれをやってみたいと思います。電気用品の技術基準の解説っていう、こういう分厚い本があるんですけど、ここにですね、やり方が書いてあるんですよ。で、どういうふうに、試験するかとか、どういうふうな、ふうな作りにすればいいかっていうのは、この中の、この、本の中で全部示されていて、この通りに、やってくださいっていうのは決まりで、決まっております。使う機械がこれですね。これ、日置の3158。この試験機を使うんですけど、これは交流のですね、1000ボルトを、1キロボルト、を発生させることができる。もっと出せるのかな？そうですね。5000ボルトまで出せるんですけど、そこまで使えません。PSE は。この本によるとですね、100ボルトの製品は、150ボルトまでの製品は、1000ボルトを、1分間。1000ボルト1分間かけて、あれですね。漏れ電流が10ミリアンペア以下だったら、OK ということになってますね。1000ボルトって言ってもあれですよ。コンセントの、1000ボルトをコンセント挿すわけじゃないですよ。で、それはちょっとこれから説明しますね。感電してはいけないので、こういうゴム手袋をはめてくださいっていうふうに、この日置のメーカーの方でも言ってますので、僕もこういうゴム手袋をちょっとはめてみました。で、使うのが、この高圧側のケーブルと、このグランド側のケーブルですね。はい。これを使います。で、まず、こちらに接続してみたいと思いますけど。はい。グランド側をですね。ここですね。アース側につなぎます。はい。そして、この高圧側のケーブル。これを高圧側の端子に接続します。はい。高圧側のケーブルと、このグランドのケーブルを、このように、一旦つなげます。はい。でですね、この3158の、この電源ですね。はい。これ、3ピンでグランドが落ちるようになってますんで。で、このコンセント、ここに来てる100ボルトのコンセントも、これグランドがしっかり落ちてますんで。はい。これでアースは取れてます。パワースイッチを入れると。で、今これ何をするかというと、このケーブルがちゃんと断線とかしてないかどうかっていうのをチェックするんですね。異常ないかっていうのをまず調べるんです。で、スタートというのを押します。で、デンジャーランプがつきます。で、これ今秒数ですね。70秒にセット してます。ここからですね、60秒かけなきゃいけないんで。10秒っていうのはセッティングする、これをね、セッティングするまでの時間10秒かかるので。で、これ、で、これのですね、ボルテージが、このボルテージのダイヤルをちょっと回していくと。はい。これ異常ありますね。7.7 ミリ。流れたので、異常です。ということなんで。異常というか、つながっています。ということですね。なので、つながっているということは、このケーブルは正常ということなんで。はい。そのチェックをまず最初にやります。電源切って、ダイヤルを、ボルテージダイヤルを下げると。ここまでが、検査前のチェックですね。このケーブルのチェック。はい。では、ここから、
アンプの時代のこの絶縁体力試験をやってみたいと思います。まずですね、アンプ自体のパワースイッチを、オンにします。スイッチオン。で、まあ、もちろん、コンセントに繋がないでオンですよ。この状態にしてオンです。このようなね、アダプターをですね、挿します。これホットとコールド繋げちゃってるんですよ、中で。ホットとコールドが繋がってます。なので、こうすることによってホットとコールドが繋がる。というのを作ってるんで、こういう感じですね。はい。で、この、アンプ側の電源コードと高圧側、3158の高圧側をつなぎます。はい。で、グランド側。グランド側ですね。これをアンプのシャーシー部分ですね。グランドの部分。この場合は、グランドがですね、パワースイッチにしておきましょうか。パワースイッチ、グランドつながってるので。はい。パワースイッチ自体をこう、これで掴みます。ここですね。はい。掴みました。これで、電源コードと、まあ、電源部と、アース管で、1000ボルトをかけるわけです。こんな感じになってます。はい。アンプの、電源コード、ホットとコールド、両方をつまんでしまって、3158の高圧側。で、3158のグランド側をアンプのグランド側。ということなんで、電源部とグランド部に1000ボルトを1分間かけるということです。こういう1000ボルトを1分間かけて、10ミリアンペア以下であるってことが、合格ラインなので、それを超えてしまうと異常ということです。ではやってみましょう。早速。はい。これで今つながっていますので、アンプの、もう一回チェックしましょう。アンプの電源側、アンプの電源スイッチオン。で、電源部に高圧。グランド、アンプのグランド部に、3158のグランド。はい。で、スイッチをオンします。このスイッチでちょっとセッティングするんですけど、もうセッティング済みです。10mAで70秒ですね。10秒間は、この電圧を調整するための10秒間。なので70秒にしてます。で、ここを、スタートすると、テストが始まるんですけど、ここの電圧をこう、徐々に上げていくと、ここのアナログのメーターが、1まで、1ですね。1のところまで上がると、1000ボルト、1キロ、1キロボルトなので。はい。では、やってみたいと思います。スタートします。はい。これで、アナログの針見ててくださいね。はい。はい、1キロボルト。で、今流れてる電流、0.1、0.2 ミリアンペアぐらいですね。で、これが秒数です。今、40秒。今40秒経過しました。あ、ごめんなさい。今、あと40秒です。20秒経過してね。はい、今30秒経過しましたね。あと30秒。あと30秒間、この10ミリアンペア流れなければ、テスト合格ということです。はい、あと5秒。
はい、パス。パスと出ましたね。はい。なので、これテスト合格です。異常があると、パスとは出ずに、異常ランプがつきますので。で、これは、電圧を、この、ダイヤルは必ず下げます。そして、スイッチ、オフ。この測定したアンプから、コアス側の電源を外して、グラウンド側も外して、はい。これで、このアンプは、1000ボルトをかけても、交流1000ボルトをかけても、異常がなかった、ということが、わかりました。で、これをですね、ちゃんとしたこの用紙にですね、記録して、その測定した日付と、測定した結果を記録して、保管しておく、というのが、義務になっております。いかがだったでしょうか。今日は、絶縁体力試験というのをやってみましたけど、まあ、一台一台こうやって出荷する前にこういうふうにチェックしてますので、皆さんご安心ください。でですね、この3858なんですけど、他に使い道あればいいんですけど、あまり他に使い道がないので、まあ、購入するといってもね、それなりに高価な値段がするので、中古でも今割と出てるみたいなので、中古で買うこともできると思います。はい、新品はね割と高いんですよ。はい、ということで本日は絶縁体力試験というのをやってみました。それではまた違う動画でお会いしましょう。